南口氷炭山駅を東に向けて、氷炭山駅は大阪府東大阪市昭和町にある近畿日本鉄道奈良線の駅。駅番号は A13。当駅から石木駅までの区間は最大35.7パーミルの上り勾配が連続している。当駅の正式な表記は氷炭山であるが、駅構内の広告看板や駅前商店街。 およびかつて位置していた近鉄バスの停留所の氷中では、略字の氷炭山も使用されている。改札口に設置された発車標通過線2線の両側に相対式2面2線のホームを持つ対比可能な地上駅で、京上駅舎を有する。改札口は1カ所のみ、ホーム有校長は6両。東花園駅管理の有人駅で、ピタパーイコカ対応の自動改札機及び、 自動生産機が設置されている。定期券、特急券は専用の自動発売機で購入が可能となっている。2.3番線はホームのない通過線のため、ホームとしては欠番。これらの通過線が主本線となるため、停車列車が入線する1番線と4番線は副本線となる。区間準急と普通列車が停車しており、朝と夜間には当駅始発。 終着の普通列車が数本設定されている。日中は、区間準急と普通列車が、毎時3本ずつ停車している。2018年11月13日における1日、乗降人員は2万1783人である。近年における1日乗降、乗車人員は、以下の通り。サンロード氷炭山商店街駅前の、アーケード商店街は、 国道1 7十号線9道となっている。国道がアーケードとなっているのは、全国でもここと長崎県長崎市の国道324号線アーケードの2カ所だけである。なお、国道1 7十号バイパスは当駅から約300メートル正方を通っている。また、旧平岡市の中心部でもあったため観光所も多い。2019年10月31日まで。 駅南側のバス発着場から近鉄バスが出ていた。設置されていたバスターミナルの脇は五神田川が流れており、川を挟んで1台分ずつの幅しかないため、バスは切り返しを行って出て行っていた。昭和40年代半ばまでは、駅前北側にバスターミナルがあり、バスは駅前商店街の中を通り抜けていたが、安全上の問題及びバスの運行ルートの変更に伴い、 位置を変更した。北口が比較的に広いのはバスターミナルスペースの名残である。近鉄バスは2018年10月上旬により、東駅発着の全路線を東駅から一駅、大阪南場寄りの東花園駅前発着に変更し、東駅前への乗り入れを全廃することを発表したが、東花園駅前ロータリーについて、競技に時間を要することになったため一旦延期を。 発表した。その後協議を終え2019年11月1日より、当初の計画より1年1ヶ月遅れで、東花園駅前発着に変更することが決定し、氷炭山駅発着の近鉄バスは、前日の10月31日をもって、全便停留所と共に廃止された。過去に乗り入れていた近鉄バスの最終期の路線は、以下の通りである。駅前にあった、 長崎や氷坦3.9、平岡市の中心街にある駅である。駅の東側に大規模なアーケード商店街があるが、準急以上の列車種別は通過する。ABC 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手市鉄3号近畿日本鉄道、2、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、11から13ページ。 ISBN 978から4から02から34133から4平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります近畿日本鉄道 h t t p w w w k i n t e t s u j p n e w s f i l e s i c c a r t 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年3月2日閲覧近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号、p 7 0 p 8 7ト a b 駅の情報表丹山。近畿日本鉄道。 2021年4月17日閲覧。AB 近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号。P206P215P220P229P364P373P376P385。駅別上工人員なら全近畿日本鉄道。 東大阪市統計所大阪府統計年間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 東大阪市統計所2019年版東大阪市 P166 2020年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年12月29日閲覧大阪府時計年間近鉄バス公式サイト新着情報2018年7月1日近鉄バス公式サイト新着情報2018年8月22日2019年11月1日東花園駅前への乗り入れについて 近鉄バス公式ホームページ2019年5月13日発信同年5月21日閲覧ありがとうございます